生のチューブの池ピ選手です。その方に挑戦するプレイヤーを決定する敗者側決勝です。皆さんから向かって左手、敗者側準決勝を勝ち上がった同じく遠征勢のエイム選手、向かって右側はじゃんけんしてますね、呼んじゃいます、ゆず選手。敗者が決勝の前一言いただきます。順番にエイム選手からお願いします。ここまで来れたことは本当に今まで一回もないので、行けるところまで行きたいと思います。ゆず選手お願いします。エイムさんなんか敗者側でのずっと走ってるんで、そろそろ疲れてると思うんで、ちょっとここで潰したいと思います。ありがとうございます。はい、ベスト96からルーザーズランを続けてきたエイムシークマ、ものすごいですね。何戦したんですか。確かにそうですよ、すごい疲れてると思うんですよ、はい、集中してるかもしれないですね、はい、逆にいい状態の可能性はありますね、はい、エンジンかかってきてる可能性があります、はい、ステージは砂村ですか、それともステージは戦場を選択ですね。さあでは敗者側の決勝戦、エイム VS ユズ、これもまた伝統の一戦みたいなカードですね。そうですね、久々な感じがしますけどね。確かにそうですね。関東でシークが本当に一番上まで来るのってなかなかないことでした。空中しろ、ポッと流られる。上投げ、美味しい、素晴らしい。さあ崖、上がらせたくない。おっとチコが殴ってきて、攻守交代、空中前、弱、空中前でやる、これ素晴らしい。やはり先ほどお見せした竹帯スマッシュ、はい、コンスタントに狙ってきますね、はい、やはりロゼッタ体がでかいので、さあ 67% はかなり美味しい、しっかり逃げて、ジャク暴れていったが3段目食らってしまう。危ない、 DA 反撃、下強、上スマッシュ、シュチコは当たらず、今うまかったですね、上スマッシュ、これはつかみのリーチがない、しっかりエイムシーク分かっていた、さあ登れるか、空中したうまい、おいしいですね、これおいしいですね、はい、このまま着地がリーターン継続したいところだが、追い出して、さあ逃げる、チコが帰ってきた、チコ助けられましたね、はい、ジャック美味しい、空中前、4回叩いてようやく落ちましたねやはりほかほかが乗ってないと飛びづらい、下けは当たらずが、ロゼッタやはり駆け上がりは少し貧弱、さあ飛ばし方は分かっている、完璧だ、うまいですね、後ろ上げ、これおっと
お、素晴らしい。素晴らしい。長距離で追い切った。はい。さあ、読み合いしっかりジャンプで避けて安心したところに思いがけない下 B 攻撃。さあ、2戦目出てくるステージはスマムラ。空中しろ、めくっている、反撃はない。ほら投げて、おいしい。ジャストシールドしたもののめくっていて暴れを食らってしまう。さあ、これは大丈夫。空中しろ、おいしい。おっと、上強暴れか。火種補正あったらまずかったですね。はい、何か起きてもおかしくはないですね。パリ、着地狩り、ダメージをコンスタントに少しずつ稼いでいく。下スマッシュ、後ろ側立ってしまって、さあ MC 行く。ダメージレースちょっと厳しいが、これは大丈夫。激突。さあ、やってしまった、ワンミス。長行、おいしい。下がからの待っていたが、ユーズロゼッタも待っていた。上がれない。上がれませんね。これは素晴らしい。さあ、どこまでパーセント稼ぐ。はい、ようやく弱からのつかみ、強気。これは激しい。やはり、ね、美しいですね。後ろ投げ織り交ぜていくのやっぱり大事ですね。飼育は空中した。さあ、チコが落ちた。これはちょっと状況悪い。復帰阻止行き過ぎたか。空中前。さあ、コンボ掴んで、さあ、反撃のこの横強は非常にうまい。早いですね、回避を読み切ってのコンボ。はい、あった、素しい。ジャンプして回避を誘発してのスマッシュ、うん、美しいですね。はい、読み合い勝ってるのもすごいんですけど、その上でしっかり毎回当ててるのが本当にうまいですね。さあ、エイムシーク、ルーザーズランで培った集中力、ここでも生きている。おっと、キャラ替えですね。キャラクターの声が聞こえましたが、はい、ユズ・ディリーコングですか。初めて見ましたね、はい、さあ、どんな感じでディリーコングでしょうか。今週オフであったんですけど、はい、実はサブで使ってらっしゃるみたいな。なるほど、はい、さあ、ディディコング対シーク、まあ、やはりこれだけ流れが悪いと出すのもまあうなずけるというところですが、DA 暴発か、反撃。バナー取られて、前年から長行。バナナはやはり没収ですね。おっと、なんか出た。上投げ、おっと、コンボ見せてしまって、おいしい。当てていく、パンなしだ、素晴らしい。今素晴らしい、素晴らしいです、素晴らしいです、はい、かなり勝ちたい欲が伝わってきます、はい、さあ、復帰、起き上がり、
冷静かけばいい。危ない。下強から、おっと横スマ、さすがに当たらず。受け身うまい。さあこれは読み合い、危ない。後ろ投げ、上京は倒す。後ろ投げ、今度はしっかり空中前。おっと素晴らしい上京、引っ掛けましたね。空中前と空中前噛み合って帰ってくる。かけばいい。おいしい。これはしっかり回避確認していたが、うまい。お、うまいですね。素晴らしい。上ないから、ただ 50%、 このカードで 50% は結構おいしい。フリップ、フリップの使いどころが素晴らしいですね。今のところ全部当てているように見えますね。はいはいはい、やはり追い込んでからのフリップですね、はい、おっと差し返しにはならず、お互いに走り回っている。おいしい。おっと素晴らしい。危ない暴れている。これ。食えねえ。かけばいい。さあなかなか帰ってこれない。ようやく帰ってきて、バナナ投げたが、おっとですまサッシュ。これブロック、空中へ天下の宝刀。MC くつよし3連勝で再び決勝へ。再び違う、違いますね、はい、ルーザーズランで決勝へ再び宿敵イケピと呼ばれましたね。はい、イケピさんが負けて落ちたという情報が上がってきましたね。あ、表側ですか、はい、96で、なるほど。ゆず選手3位でフィニッシュ、お疲れ様です。ゆず選手に大きな拍手をお願いします。さあ長かった梅ブラ第26回ですが、多かったエントリーも残されたのは2人。さあ参りましょう。